ファンタスティック4銀河の危機は2007年のアメリカ映画アメリカンコミックスのファンタスティック4を原作とした前作ファンタスティック4超能力ユニットの続編シルバーサーファーが最大の仇役として登場するまた前作の仇役であるドクター・ドゥームも登場するある日世界中で連続的な怪現象が発生した日本では 駿河湾が凍りつき、エジプトでは突然の吹雪。さらにロサンゼルスでは大停電が起こった。しかし、アメリカ国民はそのニュース以上に、ファンタスティック4のビッグなカップル、リードとスーの結婚の話題で盛り上がっていた。世界各地で起こる、怪現象に興味をそそられながらも、何度も事情で入籍を延期してしまったこともあり、愛するスーのために平成を装うリード。 そんなリードを見かねたジョニーは、ベンと共に、リードのバチェラーパーティーを開いた。独身最後の夜を楽しむリードだったが、そんな彼に、米軍のヘイガー将軍から要請が下る。怪現象が起きた場所の上空で観測された謎の先行を調査してほしいというのだ。ゼが非でも依頼を受けたいリードだったが、その場に、スーが居合わせたため、彼女に秘密で調査を進めることになった。 カッコ内は日本語吹き替え撮影現場でメイクアップするジェシカ・アルバ。ファンタスティック・フォー、超能力ユニットの世界興行収入の3億3千万ドルに達し、20世紀フォックスは2005年12月に続編のために監督のティム・ストーリーと脚本のマーク・フロストを再び雇った。脚本にはフロストの他にドン・ペインも雇われた。ペインはギャラクタスが登場する。 ギャラクタストリロジーだけでなく、ルームがサーファーの力を奪うコミック第57号から第60号のストーリーラインも元になっていると語った。またペインは、アルティメット、マーベルのリミテッドシリーズ、アルティメットエクスティンクションからインスピレーションを得ていると述べた。2007年3月2日の時点でギャラクタスのデザインは未だ行われておらず、4月18日、ローレンス・フィッシュバーンが、 シルバーサーファーの声で雇われるまでキャラスターが話すかどうかは不明であった。映画にはファンタスティッカーが登場し、またケリー・ワシントン演じるアリシア・マスターズが大きな役割を果たす。また2006年6月、シルバーサーファーがビランケンヒーローで登場すると発表された。ワーキングタイトルはファンタスティック4にであった。2006年8月、正式にタイトルが ファンタスティック4ライズオブザシルバー h ー s i l v となり、8月28日にバンクーバーで撮影が始まり、2007年6月15日に公開が予定された。マイケル・チクリスがシングを演じるために使う技師は再設計された。2006年8月、アンドレ・ブラウアーは本作に出演するためにテレビドラマ、ER 緊急救命室を交板した。ブラウアーが演じるのは、 映画将軍であり、ストーリー監督は、リード・リチャーズの古い友人で、映画の追加要素の一つと説明した。9月、ジョーンズが、シルバーサーファー、ジュリアン・マクマホンが再び、ドクター・ドゥームを演じることが報じられた。バックスター・ビルディングは、再デザインされた。北、アメリカでの公開初週末興行収入は5800万ドルで、あり、初登場1位であった。これは、 前作のそれを200万ドル上回っていた。2週目末には66%、3週目は54%の下落を記録した。最終的に北米で1億3190万ドル、全世界で2億8900万ドルを売り上げた。制作費は1億3000万ドルである。ロッテントマトズでの支持率は167件のレビューで37%。 メタクレティックでの評価は33件で45、100であった。ありがとうございます。